今日はね、ショーケース2020の、5エラース8820、ね、昨日、ね、配信あったんですけども、皆さんご覧になられましたでしょうか、ね、もうあのテンション高まって、もうあとちょっとかな、あのアーカイブがあとちょっとあるんですけども、テンション高まってる頃やと思うんですね、いかがですか、見ました？そんな感想のね、ちょっとお話をね、あの今日ちょっとしたいなと思ってます。まあ予想ね、あの瀬戸利の予想とかいろいろしてたんですけども、ね、結構裏切られました。期待じゃないわ、あの予想を裏切られました。時代がね、もうちょっとね、あの初期の頃になるかなと思ったんですけども、結構がっつりね、6年分あったんかな、はい、6年分あったから、ちょっと私の予想よりも、長めの時代が入ってましたね。まさか、まあ、そこまで予想してる方もいらっしゃいましたけどね、そこまでなるんやっていう感じで、いかがですか。まあ、最初のね、あの1曲目は、だからその手を離してっていうことでね、あのこれはまあほとんどの人が予想した通りやったんですけども、この映像がまた素晴らしかったですよね、うん、あの2人から始まるんですけども、まあ、あの会場ですね、あの羽田、全部羽田の会場のシーンから始まって、まあ1曲目始まったんですけども、まあ、あのデビュー曲ってことでね、あのデビュー曲の PV 見てるような感じで始まりましたよね。なんかそんな印象でした。はい、まあ、その前に、ね、オフザロックのオープニングの、イントロみたいな流れでね、ちょっとあれ聞くだけで、おー、始まるぞーっていうね、あのテンションになってきてからの、だからその手を離して、お、来た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 っていう感じで、はい、まあ、手取り的にはね、最後の裸足の女神まで全17曲ですね。もうみんな見てるから大丈夫でしょ。瀬戸利の方もう見ましたよね。もちろんアーカイブ今から初めて見るとかないですよね。もう何回も見てますよね、今日日曜日からね。ちょっと瀬戸利がね、こちらでしたね。ガンと映ってますかね。瀬戸利ですね、17曲。ちょっとこれ遅いな、見えますかね。だからその手を離して、で次ブローイン来たから、あれ結構飛んだぞっていうかね、こんな時代長くいくんやみたいな感じで思ったんですけどもね。ね、もういいでしょ、瀬戸利もね、この大詰めなんで、もう2回目3回目になると思うんですけども、まあここから来てね、あの星降る夜に騒ごうっていうのがね、3曲目、あのショーケースにようこそからの星降る夜にタワゴがね来ました。これ結構人気曲でね、あの結構初期の方では、初期の方で女性の方に人気な感じですね。いつもアンケート取ったらこれ結構上位の方に食い込んでた曲なんで、本当にやったんだという思いでしたね。これがイントロ流れた瞬間に、もうイントロで全部わかるんですけども、もうイントロどころか雰囲気に向かってしまう、次何の曲かなとかね、全体的に。でもこれはもうイントロで、あ、来たんやと思ってね、ちょっと思いましたね。結構ライブでも歌ってる歌が多かったけど、まあね、まあ、その辺はね、あの定番曲とかも合わせてなんで、でもその定番曲だけではなくてね、やっぱこの辺が来たっていうのがちょっと衝撃的な感じかな。何年、二十何年ぶりなんでしょこれ、星降る夜に騒ぐね。うん、まあ、この辺は結構知ってて、小町エンジェルと、まあ、イージーカムイージーゴーなんかはもう稲葉さんがギターを持った瞬間に始まるなぁと思っちゃいましたね。もう分かるでしょ、雰囲気がね、これは始まるぞという感じで思っちゃいましたけど、ね、そこからギミアラブですね。ギミアラブは、演奏隊のやつや、演奏隊の、うん、演奏隊から始まるやつ。これもなんか昔のね、あのジャック・ザ・リッパーの時のライブを思い出すような感じがしましたね。これ始まるなって気がします。これもね、わかります、大体ね、あのギミアラブじゃないかなという感じがしましたけどね。あ、そうですね、星降る夜に騒ごうはジャップ・ザ・リッパー以来ですね。だから27年ぶりぐらいなんかな、じゃないですかね。27年ぶりぐらいでしょ、この辺は。そうやってましたね。これもなんか野外でやるイメージあったから、まあ、だからこのね、ここでやるかなというのは想像もつかなかったんですけどもね。
そういう感じからのアローンとかね、定番でしっとり聞かせてくださったりとか、まあ相変わらずな僕ら、これは私もちょっと予想させていただいた通りの展開にちょっとだけなりましたね。あの新メンバーというか今回のメンバーでちょっと横に並んでね一緒に歌うって形。ただあの後ろの教室まではちょっと想像つかなかったから、もうどぎも抜かれました。あんなのああいう感じは初めてなんで、どぎも抜かれましたよ教室ね。え、教室での松本さんの持っていたパープルの可愛いギターが気になりました。気になりましたね。あれは何なんで、ちっちゃかったで、ちっちゃくなかったですか、あのパープルのギターみたいなね。あれはどういうギターなんでしょうかね。フォークソング会でしたっけ。独特な、ああいうのも初めて見ましたね。ブローインは火の鳥ツアーの時と同じ2曲目、これブローインはもう全然想定外でしたね。まさかまさかここで来ると思う、次の来週に来ると思ったんで、あ、もう来たみたいなね、うん、と思っちゃいましたね。昨日は最高ですね。ゾウさん、ゾウさん何、ゾウさんってゾウさん、うん、でね、アロン相変わらず僕らでね、いい雰囲気になって、そこからのベビーはマイホーム来ました。これすごかったな。もう一曲いきますって、なんだろうって本当ね食い入るように見てしまったんですけども、 Baby You Are My Home、 これが来たってめちゃめちゃ嬉しかった。嬉しくなかったですか、 Baby You Are My Home。 やっぱドンピシャ世代なんでね、このランの時でもね、ちょっとねやっぱりここら辺はやられましたね、うん、稲葉さんが生き生きしてたね、生き生きしてましたよね、うん、やっぱりライブでこそこうね力を発揮される方だなとね。でもなかなかやっぱ観客なしでやってるわけでしょ、ね、その難しさっていうのも戸惑いもあったと思いますけども、熱いね、声援とかを感じながらやったってことだったんで、まあ、そういうふうに言っていただけるとね嬉しかったし、本当に熱い声援を送る気持ちで見てましたね、うん、私たちも逆にいただいてましたからね、熱いものを、うん、それをいただきながら見てましたから、そういうふうに逆にね、稲葉さんとか松本さんに言っていただけるとなんか嬉しかったですね。稲葉さんかっこいい、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいから、うん、ねえ、まっちゃんのトライアングル可愛かったですね、うん、もうあのやった瞬間、チーンとやった瞬間後のアクションね、もうこれも来るなと思ってみんな見てるから、そこは面白いんですよね、分かってるから面白いですね。個人的にもランのアルバムが一番好きなので、 Baby You Are My Home も感動でしたね、感動しました本当、うん、もう聞けないと思ったからね、頭の中にはなかった、もうこの辺が出てくるっていうのは、いろんな期待はしてたけどね、ここら辺がこういう形で、聞けるとは思わなかったから、ちょっと嬉しかったな。よかったよかったですよね、うん、稲葉さんがエロかっこよかった、エロかっこいいでしょ、常にね、もうライブではあの人すごいや、本当すごい。あの髪型見ました、稲葉さんの髪型、あのちょっとメッシュ入ったんですね、私体調見た時分かんなかったんですけども、なんか光の加減でなんかあの色変わってるように見えたんですけども、あれメッシュですよね、稲葉さんの、あれかっちょいいよね、かっこよくないですか。あれ流行るんじゃないですか。流行りそうな感じです、みんなやりません、メッシュ。ビーズブラザーがメッシュなんだなって、ね、白髪かと思ったと、最初思った白髪かと思いました。そう見えますよね最初ね、でもあれ白なんですかね、ちょっとあんまりよく分かんなかったんですけどね、白いメッシュ入れてるんですかね、ちょっと色が白髪面白い、白髪じゃないと思いますけど、メッシュを入れてね色変えてある、なんかすごくそういう大人の色気みたいな感じましたね、その辺が、うん、メッシュだったんだ、みんな 今気づくというメッシュでしょ、え、あれ白髪と思ったんですか、みんなやばい。流行る、流行らしましょうよ。けど白髪でもいけてるかも、え、まあ、白髪じゃない、白髪なんですか。マスター、しかもメッシュシルバーか。なるほどね。シルバーってあんな感じになるんですか。ちょっと誰かやってくださいよ。やってくれたらやろうかな。かっこいいじゃないですか。
もうちょっといろんなものね、いろんな色気つけなあかんな。入れたい、ほら来たね、入れたいでしょ、どっちでもいい。でもかっこよかった、うん、みんな入れよう、入れよう、入れようね。まあそこのねベビーアホームからの、トゥナイト来ましたね。トゥナイトもこれ女性ファン多いですよ、うん、トゥナイト好きな女性ファンの方思いません、なんかそういうリクエスト多くなかったですか。なんかこの辺ね多いんですよね。僕は独自の調査による、女性人気の曲っていうのが多いんですよね、うん、このトゥナイト人気なんですよ、本当にトゥナイトとか星組よりとかは本当多かったから、あすごくそういう風にしてるのかなと思ってね。やっぱりそうでしょね、トゥナイト嬉しい方多いと思う。トゥナイトダンスってちょっとあったでしょ、こういう感じのトゥナイトダンスっていうか知らん勝手に言ってますけど、トゥナイトの時のちょっとこうね振りっていうかちっちゃい振りなんですけども、うん、あれがねみんな真似してました。あのねいつだったかな、ラウドジムの時にトゥナイトやってました、過去の映像でトゥナイトやってましたよね、うん、それを見てキャーキャー言ってましたもん皆さん、うん、それで真似してたから、その分が今日あの昨日見れたから、あのまたすごいなと、うん、違う見え方しましたけどね、トゥナイト来たと思いました。あそうそう、アクションツアー以来ですよねトゥナイトね、いつかなと思ってね、うん、そう。そしてこの辺がちょっとこの辺がだいたいやばいんですよ、私個人的にこの辺やばいんですけど、まあどうしても君を失いたくない、これはミニアルバムフレンズですよね確かね、フレンズ、ここはちょっとね一番やばかったかもしれない、うん、今回のライブで個人的に一番やばかった、うん、予想外でした。予想されてる方もねいたんですけどね。足わなわなするやつです、はい、予想そうですね、まあ「M ステ」のエンディング曲としてね、あの定番でやってたんですけども、うん、なんとなく、まあ、いい曲ってのは分かってたんですけどね、あの昔、まあ、いい曲で分かってたんですよもちろんね、いい曲やけども、あのもうどうしてもやってくれって感じじゃなかったけども、今回これを聞いてちょっとね来ましたね、個人的にはもうこれ今はすごく急上昇、自分の中の人気急上昇曲、もう、うん、こればっかりちょっとねちょこちょこサボって見てたんですけど、こればっかりちょっと見ちゃいました。心にしみる、ね、今見たら昔と違って今の感情で見るとまた違う感じしました、うん、予想外すぎてやばかったですかね、みんな予想外ですか結構ね、でも本当に予想外でもおかしくないな確かに。でここでガラッと雰囲気が変わるような感じで恋心ね、恋心はね ここに来ると思ってなかったんですよ、 Day 2やと思ったから、恋心がもうこの初っ端から飽きてしまうとは思わなかったからね、うん、思わなかったです、いきなりどんどん来ましたね本当に。あの出た人、恋心踊った人、ほんであの出た人、画面に出た人いませんか、恋心一応私も一応は出したんですけども、軽くねもう採用されへんと思いながら、でも出た人いますかね、うん、恋心踊った人、まあ、あの見ながら踊りましたけども、こう踊りながらもあの投稿された方はあの自分が出てないかって探したんじゃないですか、探しませんでした、恋心誰も踊ってない、出してない、誰も出してないか、出してませんか、うん、でもちっちゃかったねすごくね、思ったよりちっちゃかった、もっとバンバンとこう画面にいっぱいになるんかと思ったら全然ちっちゃかったから、ほとんど分かりにくかったかなと、後でねあのスマホとかでちあの拡大して、拡大できないか、ここあの近づけ、目を近づけてね、あの見て自分っていうのを発見した方はいると思うんですけども、なかなかちょっと分かりづらかったかなとね、うん、それよりもやっぱこれをね参加することの意義があって、これを出された方の熱量が半端なかったね今回ね、あの何人かちょっと投稿されてたんで、まあ、どんなもんかなって見たんですけども、まあ、結構ロケ行ったりとかしてね、あちこちこの動画のためにロケ行ったりなんかして、本気度がすごかったですね、まあ、参加することに意義がありますから、それはすごく記念になったんじゃないですか、あの春先のね強烈の子と違って、今はちょっと外出ね何人か数人程度でできて、みんなでちょっとわちゃわちゃすることができる期間にはあるんで、そういう意味でもね、あの画面ちょっと映ってるのも楽しそうな感じだったし、まあ外青空の下であの踊ってる感じがしたんでね、うん、今回その辺が明るい感じで見れましたよね、楽しそうな感じで出しました、
多分映らんかったかな、出しても分からないですよね。動画撮ったけど分からなかったですね、うん、分からない、なかなか分からない。めっちゃでも最後のバチバチバチ画面出たでしょ、ちっちゃいの、もうものすごい数応募してるんですよね。もうあれじゃもうとても分からない雰囲気です、雰囲気、まあ、参加したってことでね、雰囲気ですね。まあ、ここまで来ちゃいましたね。恋心来てから、快楽の部屋ね、お待ちかね快楽の部屋ね、これもいつ以来ですか、快楽の部屋も何年ぶりやろ、何年ぶり、快楽の部屋も何年ぶりやろ、ほんまに一緒ぐらいじゃないですか、このぐらいの時期、ジャップ・ザ・リッパーぐらいの時期じゃないですか、快楽の部屋も。あの始まり方もね、なんか独特な、松本さんか、松本さんのこのろうそくに囲まれたところでギャン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 って感じで始まってね、すごくおどろおろしい感じのろうそくがね、うん、なんか80年代のロックな感じがしたんですけどすごく古い感じのこの感じがね、ロックな感じがすごくいいなと思いましたよね。やっぱりそうですか、快楽の部屋、ジャック・ザ・リッパー以来ですか、すごいな。快楽の部屋を踊りまくったもうノリノリでしょね、ノリノリ、あれ乗れますね、キャン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 やってね、快楽の部屋、まさか快楽の部屋やってくれたね、ノリがいい曲ですもんね、快楽の部屋ね、うん、歌詞はちょっとあれやけどね歌詞は結構青春時代にちょっと刺激が強すぎたんですけど、今思えばまあ普通なんですけどね青春時代の刺激が強かった曲ではありますけど、まあ嬉しかったですね、これは聴けたというのが、うん、ね、ここがこの辺がねやっぱピークな感じできて、まあ、ゼロでしょ、定番のゼロが来て、まあね、正面すごく綺麗でしたね、ゼロね値段が来て、裸足の女神か、最後何かなと思いましたね。ランが来てしまったら最後何かなと、もう私の女神しかなかったんですね。ここまで行っちゃいました。ここまでまさか来ると思ってなかったんで、結構長い年月でしたね。結局、88年、まあ一応、88年から93年間、裸足の女神ね、93年まで入ったということで、ね、結構がっつり行きましたね。増田さんのゼロがやっぱり好き。もう増田さんといえばゼロじゃないですか。増田さんといえば、あの見ました？増田さんの最初のシーンのドヤ顔、ドヤ顔あれがたまらん。もう増田さんファンはもうドキュンときましたね、あれは。あれはたまらんね、ドヤ顔、ドヤ顔たまらん。昨日は不幸で見られなかったね、今日はアーカイブ見ましたね。アーカイブよかった、あってよかったですね。うん、ランで最後かと思いましたね、うん、かなと思って、だから最後ね、何が来るかなと、裸足の女神ね、もうこれもふさわしい曲です。増田さんのカメラ目線、テンション上がりましたね、うん、上がりました。もうやっぱ増田さん好きですね、好きだ、いいな。増田さん全部出ますからね、確かね、全部出ますよね。だからまた増田さんならではの曲っていうのが何曲かありますから、そういう楽しみもありますね。もうゼロなんか初期の頃の増田さんって感じがしますね、あのメロディね、そういう曲ですもんね、うん、まあ細かいところ結構皆さん見てますよね、細かいところ、あの PCR ステッカーも貼ってましたね、稲葉さんの足のズボンのところとか、松本さんのギターに、あれは検査したってことですよね、うん、よくよく見たらいろんなもんステッカーであったりとか、まあ、そのメッシュもそうですし、そうですね、うん、徳ちゃんの縦笛の方が良かったですね縦笛もめちゃめちゃ上手だったから、おーっと食いましたけども、すごく良かった、縦笛も良かったし、オーガさんの笑顔も癒されますね。もう楽しそうに演奏してる感じ、いつものような、うん、思い出しましたね。やっぱオーガさんもいいなと思ってみました。ほんまや、一子さんのドラムはすごく新鮮でしたね。新鮮だって、ずっと今まで外国人アーティストが外国人のドラマーさんだったから、日本人がこう叩いてるっていうのはすごく新鮮に見れましたね。徳ちゃん可愛いね、徳ちゃんはもう愛されキャラじゃないですか、ね、よかったですね、うん、本当あの涙と鳥肌の繰り返しって分かりますほんまに、この映画ちょっとやばかったです本当に。
感動的な感じ、もうこの辺かな、懐かしな感じかな、もう自分、まあ個人的にみんなそうかもしれないですね、ドンピシャな世代で聴いてる方が多かった、時代ですから、思い出した方は結構やられたんじゃないですかね。で、新しくね、初めて見た方は新鮮に見れたかもしれませんし、うん、今歌う、稲葉さん、今演奏する松本さん、松本さんのギターもね、もう今全然違いますからね、すごく奏でる音が良かったですね。うん、ステッカーそういう意味じゃないですか、 PCR って書いてあったからね、 PCR 多分見てください画像ね、 PCR 検査やと思います。もう泣きそうになりますね、あのやってくれてるライブを楽しそうにやってくれてるのが、もうメンバーそれぞれね楽しそうにやってるから泣きそうになる、本当泣きそうになるよ、うん、まあこんな感じでね、ここまで来ました。あのまあ事前に私もね、あの瀬戸利予想をしてたんですけども、私はねあの YouTube の方で、まあ区切ってね、ワンデーの予想ということでやったんですけども、あの合ってたの何曲かな、6、7曲ぐらいかな、あの合ってたの7曲ぐらいです。まあ想像とぴったりやったのは、あのギミアラブぴったりが、まあ想像に近かったのはギミアラブと相変わらずの僕らは近かったんですけども、あとはちょっとねこの辺が来るとは思わなかったから、ちょっと時も抜かれました、うん、最高でした。はい、もうデイ2も楽しみすぎる、デイ2楽しみすぎるね、もうこれね、次ね、デイ2はどういう感じになるのかなと思って、あの時代がね、もう93年までいったから、次94年からってことですよね、おそらくね、94年からどの年代になるかなっていうね、楽しみがあって、99年ぐらいかなと思ってるんですよね、時代背景、まあ、一番 CD が売れに売れまくった時代をがっつりやる、でシングル曲も多いからね、この時代っていうのは。そこを持ってくるんじゃないかなというふうに思ってますね、99年ぐらいかなと。で、Day3 が、2000年から2006年ぐらいで、 Day4 が、2007から2012ぐらいで、 Day5 が2013から、まあ、19、20のあたりかなというふうにね、ちょっと今修正中ですね。で、まあ Day2 の予想もまたね、今週ちょっと今週ね、検討して、考えたいと思うんですけども、まあ、この辺でね考えたいと思います。でね、やっぱり今回はね、なんていうのかな、初期の方から始まって、なんかジャップ・ザ・リッパーを彷彿させてる感じがしたんで、この辺はね、そういうやっぱライブが軸になってんかなと思ったんですよ、ライブが軸に。だから、まあ、次からもライブを軸としたちょっと懐かしい演出とか曲とかそういうものが出るんじゃないかなという予想をしてみたいと思います、うん、単純にもうこの間まで、ね、単純にあのシングル曲プラスアルバム曲とかレアな曲みたいな感じだったけども、やっぱね、結構なんていうかな、演出できるような形になってたじゃないですか、まあ、これ初期の頃やからまだこれ控えめの演出のような気がするんですよ。これからどんどんね、年代が重なるにつれてだんだんハードロックになってくるから、演出の方もよりね、メリハリつけてくると思うんですよね。メリハリがついて、うん、聞かせるところと、激しくね盛り上がるところと、うん、でバンドのメンバー自体も慣れてくるから、そういう意味でもね、変わってくるんじゃないかなと思います、まあ、ライブ志向でライブに近づける、ライブいつものライブに近づいた形で、提供してくれるんじゃないかなと予想しておりますね。はい、もう胸いっぱいだね、胸いっぱいですよ、みんなそうですよね、もうたまらんよねこれ。ライブが軸っぽくないですか、だってなんかジャッタリッパーっぽくなかったですか、ね、演奏隊が出てきたりとか、この音トランペットっていうか音聞いただけでも、ね、テンション上がったしね。あ、最後になってあのジャッタリッパーの時のシルエット覚えてます、シルエット、ね、お二人のシルエットは後ろの画面の、電飾になってたじゃないですか、でそこの間に画面が昔の過去映像が映ってたんですけど、ちっちゃくね、あの電飾のあのシルエット、こういうやつか、こうかこういうやつか、うん、このシルエットなんか見たらもうテンション上がるじゃないですか、ああいう感じでライブの感じをちょこちょこ出してきてるから、そう思いました。はい、だから94年以降のライブって言ったらバズとか、まあラブファントムとかやばいかもね、ひょっとしたらラブファントムとか演出があるからね、うん、バズの時のなんちゃらかんちゃらとかね、その後なんかブラザーフットとか、うん、ブラザーフットの時なんとか、なんかそういうのがなんかうまいこと噛み合ってしてくださるんじゃないかなという予想をしてます。はい、わかんないけど、まあその辺ももうちょっとね吟味してね、YouTube の方に上げてみたいなと思ってますけどね。はい、
あとね、キーワードです。キーワードが、ホームというふうに私は思いました。ホーム、うん、ホームっていうのはベビーはマイホームね、ホームね、家、お家、コロナのね、やっぱお家、ホームとか快楽の部屋とかね、家がキーワードっぽくないですか、うん、で自習予告じゃないけど、最後終わった時に自習予告的な感じでホームをね、ホームのリハーサルみたいな感じで打ち合わせしてるシーンもあったように、もう自習はホームやって、ホームがあるでしょう、はい、ホームがあると思います。だからなんか家っていうことでの、キーワードを感じきましたね。あと何やろ、家とかそういう何、お出かけしましょうとかは逆かな、お出かけやから逆にないかもしれないね、分かんないけど、ホーム、家とか、モーテルとかホテルとかね、うん、部屋の中とかそんなんかな、またちょっと他分かんないけど、うん、そんな感じ。あ、ホームタウンボーイズマーチ来たよ、お、来たますね、この街のね、なるほど、マイロンリータウンとか、まあ、ホーム使えんか、お前おますね、なるほどなるほどね、考えるけどやばい、もうちょっと考えたいけどもね、一発目からこれだったからすごくね、次週以降も楽しみが増えましたね、そんな感じで、そんな感じでした。どんなかなまた予想の方を今週して、また YouTube の方に上げたいと思います。でね、瀬取ジムの方、まあ、来日開催の瀬取ジムの方で、ね、十数人から応募いただきました、まあ、これはねちょっと全員の全5デイ5までの80曲を出していただいたんですけども、80曲で、何曲当たるかね、何曲予想通りか、まあ、一番当たった方上位3名様にはちょっとプレゼント景品を用意している、もう締め切ったんでね、ちょっと申し訳ないんですけども、第1回目のね瀬取の上位の方がこの全17曲中ね、13曲当ててる方が第1位です。13曲も全然すごないですかね。その方が1位ですね。まあ、1回目なんでまだまだ分かんないんですけども、2位の方が11曲当ててるんですよね。予想は。で、3位、まあ、2位と3位が11曲いて、3位が10曲ですね。3位。はい。なんか10曲ぐらいは結構当たってきてる。まあ、シングルもあるからね、当ててきてるんですけども、まあ、13曲すごいなと思いましたね。結構なんでそんなわかるんやろみたいなね、うん、でもまあまあ次からね、後半とかね、2回目からはまた曲も変わってくるから、逆転もあると思いますんで、応募した方楽しみにしてください。こんな感じかな。オーディエンスがいなくとも迫力がすごかったね。オーディエンス声聞こえない？あの画面もなんかオーディエンス映ってましたね、後半最後の方ね、うん、画面がこう張り巡されて、あれを見てなんか盛り上がった感じになるから、稲葉さんの方もなんかこうテンション上げて歌ってくれてるような感じがしたから、あれもいいですよね。多分こう囲ってるんでしょあれってね。でちょっと踊り場じゃないけどスペースを取って、そっちで演奏する時もあれば中でする時もある。これひょっとしたらもっと広がるかもしれないですね、スペースが。今あのスペースやけども、今後あの枠でやらないといけないかんっていうこともないと思うんで、ひょっとしたらまた違う演出の仕方があるとあるかもしれないです。まあ毎回変えていくってことやったから、セットの方も、いろいろ期待が膨らみますね。はい、ということで今日は以上にしたいと思いますね。皆さん、アーカイブ見ないとダメですよ。アーカイブね、また見ないとダメなの。最後の追い込みでアーカイブ見てください。はい、今日はこんな感じで振り返りでしたね。今日はうちの方から以上になります。また来週ね、見て感想とかね言い合えたら、まあ、お店の方もね来てね、話をできたらいいんですけどね、来られる方は来てまた一緒に語り合いましょう。はい、今日はこんな感じで以上になります。ではせーの、お疲れ、また会いましょう、バイバイ。